くんさん。 立憲民民主社民の博君でございます私は会派を代表いたしまして、ただいま議題となりました、議員運営委員長、水落利恵君解任決議案に賛成する立場から討論をいたします。今、与党議員からこの決議案に対して、誠に不可解だとのことでしたが、 今日はこれから私がゆっくりと説明いたしますので、しっかりと聞いていただきたいというふうに思うわけでございます。私は参議院議員として長年にわたって本院に貢献してこられた水内敏恵議員運営委員長に対する解任決議案に賛成することは、同じ参議院に身を置くものとして、誠に残念でなりません。議会会館のエレベータータでお会いする 水内委員長はいつも円満で本当に素晴らしい方だと尊敬をしておりましたさらに言わせていただければ私が取り組んでおります戦没者の遺骨の DNA 鑑定についても影になり日なたになり応援をしてくださった恩人でもありますですからこの悲しいお役をしなければならない私も本当にかわいそうです 水内委員長はかつて議員運営委員会で自民党の筆頭理事を務められましたそれまでややもすれば対決モードで険悪となっていた議員運営委員会理事会において当時の水内筆頭理事はお互いに妥協できる点がないか一致点を真摯に探り合う姿勢が際立っていたと聞いておりますそのような政治姿勢をお持ちで信頼を集めていた水内委員長は 調整過程、話し合いのプロセスを何よりも大事にされていたはずなのですが、なぜ今回、このような事態を招くことになったのか、私には不思議で、なお信じられない思いであります。今、国会の議員運営委員会においても、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案、いわゆる土地利用規制法案が参議院に付託されるまでは、普段通り、 円満な議事運営であったと聞いておりますところが、この法案を与党の求めに応じて、粛々と議員運営委員会で本会議出資説明を採決し、その後の混乱を引き起こす,起こす原因を作り出し、菅総理の G7 から帰国した途端さらにひ変し、委員長職権の極めて不適切な乱用をし始めました。一昨日の議員運営委員委会理事 理事会開会について、両筆頭の合意が出ていないにもかかわらず、理事会開催を委員長判断で決定した点は、断じて許せるものではありません。委員長は就任時に誠心誠意、務めさせていただくと挨拶されました、これが委員長の誠意なのでしょうか、一体何があったんでしょうか。水内委員長の解任決議が出されるる発端となったいわゆる 土地利用規制法案は、当初から多くの問題点が指摘され、衆議院内閣委員会で不正常な状態で議決され、肉崩れ状態で送られ、参議院が要求する十分な審議日数を確保できないことが明らかな状態でありました。この法案については、我が国の安全保障等に寄与するという目的には共感できるものの、その目的を達成する手段の実効性に疑問があること。 指定対象となりうる施設等の範囲が曖昧であることなどなど、言い出したら、埋挙にいともがないわけで、特に国会を唯一の立法機関と規定する憲法の趣旨に反する、先ほど吉川議員も言った典型的な包括委任規定が含まれている点も看過できません。参考人質疑においては、与党側が推薦した政府の有識者会議の委員も務めた参考人でさえも、 条文案を読むだけでは、さまざまな憶測が広がる恐れがあることを痛感した、しっかりと議論していかなければ、国民のさまざまな解釈を読んでしまうと懸念を指摘,し指摘しております。また別の参考にも戦前、明治32年成立の要塞地帯法でさえ、測量や撮影など、違法行為が法律に具体的に明記されたいた点を指摘つつ、 戦前でも明確に書いてある、すべてを閣議決定や政令なら、国会はいらないとまで言い切っています。さらに本法案は、与党内でも協議が難航したために、閣議不議期限に間に合わず、提出遅延となったといういわく付きの法案です。それを2週間足らずでどのように進歩しろというんでしょうか。任ののを没却するももであり参議院警視もはなはだしく 怒りを覚えるものでありますこのような状況は、議院運営委員長の立場であって、溝内委員長であれば十分にご承知であったはずです。そして重ねて私がここで指摘したいのは、溝内委員長が先代の内閣委員長であったという厳然たる事実であります。参議院の内閣委員会が常時、他の委員会の数倍もの法案を抱え、審議日程が厳しい中で、 綱渡りの運営を強いられている、問題点の多い対決型の法案も多く扱っている、そのことをリアルな実体験としてご存知の方であります。残り会が2週間余りという状況で、当初の法案提出予定から大幅に遅延した上衆議院でさらなる質疑を求める声が上がる中、異常な形で採決されたような法案を委ねればどうなるのか、十分想像できる方であります。それををに多数を持って 本会議の趣旨説明聴取の決定を許し、委員会に送ってしまう、その判断、不作為の責任は極めて重いと断じざるを得ないのであります。それでも本会議、趣旨説明質疑でなされた十分な質疑を求める声を受け、内閣委員会では衆議院ではなかった連合審査、参考人質疑が行われるなど、厳しい状況の中、知恵を絞り合い、少なくとも一昨日、状況が一変するまでは、 良識の府参議院にふさわしい審査が重ねられてきており、この点には参議院は頑張ったと胸を張っていいんじゃないでしょうか、今までるる申し上げたことは、水内委員長の本来のお気持ちではないですよね、きっと誰かの指示で、このような強引な運営を強いられたんだと、やむをえずやられたものだと、深い同情を禁じえません、水内委員長、一体誰の指示でやられたんですか、おっしゃってください。 そうでなくても、菅内閣の下で、人知れず相当なご苦労をされていたものだと拝察いたします。そもそも、今の内閣においては、聞いたことにまともに答えない大臣、例えば、朝ごはんは食べたかと聞かれ、パンを食べたことを隠して、ご飯は食べていないとわざと論点をずらし答弁する、いわゆるご飯論法を駆使する大臣や官僚、さらに何を聞かれても、 国民の命と健康を守っていく一辺倒で、国民の命を危険にさらしてでも、五輪を開く理由はと、我が党の枝野代表が核心に迫る質問にも、限られた時間の中で、当時私は高校生でしたから始まる64年オリンピックのノスタルジーに浸って、バレーボール東洋の魔女やマラソンのアベベの活躍を持ち出して、 まだまだありますよ、大臣におなりになる前に、委員会質疑の最中に、タブレット端末で巨大なワニが歩いたり、大蛇にかみつかれたりする動画を、約5分間見続けた方が、このたび大臣になって、今度は請負い先の企業について、一発、遠藤のおっちゃんあたりを脅しておいた方がいいよ。 ちなみに遠藤という方は、請負い先企業の社長のことらしいですが、そうした発言した大臣がいたり、審議に立て続けに2人の副大臣が遅れるという、前代未聞の恥を知らない出来事が起きたり、もっと続けさせてください、東北新社の外資規制違反をめぐる質疑で、答弁席に向かう総務省幹部に、 武田総務大臣の前を通ったときに武田大臣が記憶がないと話し総務省幹部を答弁で記憶はございませんこのようなとんでもない内閣に付き合う水内委員長をはじめとする参議院与党幹部の皆さんに対してもお気の毒に感じておりますただそうは言っても与党の皆さんこのような強引な国会運営で一体いいんでしょうか 官邸からお願いされ、衆議院から送付されてきたものをそのまま右から左へ流す。しかも、それは国民の不安が大変強いもので、内容も不十分。与党推薦の参考人でさえ、本、法案の懸念を表明している。このようなことをしていれば、参議院の存在意義が否定されてしまいます。あなた方がしていることは事故を否定し、参議院は必要ありません。 官邸や衆議院の追認期間出すと言っているようなものじゃありませんかそんなはずないですよね。参議院は熟議の府、良識の府であります。にもかかわらず、このようなことを続けていれば、自分の首を絞めることにはなりませんか与党の先生方、ご自身の胸に手を当てて、なぜあえて厳しい選挙を戦い政治家になったのか、初心に帰るべきだと思います。最後にこののような溝内委員長の 職権を悪用し、横暴かつ民主主義のルールを無視した国会運営に強く抗議し、猛省を強く促し、議院運営委員長、水落俊英君解任決議案の賛成討論とさせていただきます。ごご清聴ありがとうございました